アメリカシリコンバレーバンクが経営破綻した件について解説いたしたいと思います。本当今朝のですね、日本市場が開ける直前ぐらいにですね、緊急の発表があったわけですけれども、アメリカ財務省の長官イエレンさん、がですね、声明を発表しまして、FRB、アメリカ連邦制度準備委員会だっけ、協会だっけな、FDIC というですね、預金の保険公社、そして、まあ、大統領も協議してですね、シリコンバレーバンクの、預金者全員を保護すると、預金保険で、25万ドルですか。日本円で言うと3000万円ぐらいまでは、預金保険できるわけですけれども、まあ当然ですね、一番そのシリコンバレーバンクに預けてる、アメリカのスタートアップ企業も100億円以上のね、お金100ミリオンダー、US ダーラー以上、預けてるということで、もうどうにもならんというようなことになったんですけれども、緊急にですね、声明を発表して、まあ預金は、保険のカバー範囲内、そして保険のカバー範囲外についてもですね、全部、預金に関しては全部保護するというふうに声明を出してですね、同時にニューヨークでもシグニチャーバンクというところが経営破綻したんですけれども、こちらの方も同じようなスキームで救済すると。で、どんなスキームかというとですね、政府から、シリコンバレーバンクの預金に匹敵する額をですね、いつでも、明日からですかね。だから日本、月曜日から、まだアメリカ8日明けてないんじゃないかな。ということで、月曜日から、引き出せるようになりまして、さらにですね、そこに足りない分は貸し付けをすると。ただその貸し付けの担保はですね、シリコンバレーバンクのその、米国債だったりとか、不動産担保証券だったりとか、そういったものを、担保にしてですね、破綻処理をしていくと。つまりですね、彼らが持ってる、値下がりはしてるんですけれども、一応、換金性のあるものをですね、どんどん売っていって、最終的にその債務は完済すると。ただし、シリコンバレーバンクの株主ですね。そして、もうすでに、クビになった経営陣。そして、そこに対してですね、無担保の、ローンをですね、貸し付けていた。銀行に対してですね、の債権を持ってた、劣後債とかいろいろあるんですけれども、そういったものももう泣いてもらうと。つまり、株主っていうのは、基本的に一番最後に債務弁済されるべきところなどでも、破綻処理と同じようにですね、一銭も返ってきませんと。そして、劣後ローンみたいなですね、株式に、の次ぐらいにですね、返済順位が低いものも、返済されないと。経営陣ももちろん給料ないし、刑事、民事で訴追される可能性があると。確実に民事裁判をやられるでしょうね。で、刑事責任があるかどうかっていうのをこれから、アメリカの当局が、査定をしていくっていう形になると思います。やはりですね、金利上昇局面でですね、金利の、安い時に買った債券というのは、金利上昇局面では下落していくわけですけれども、ちょっと甘かったと。銀行のそのポートフォリオ管理が甘かったということで、そういったところに関わった方々は、最悪刑事訴追されてですね、懲役刑などが課される可能性も、あるということで、ひとまずはスタートアップ企業の給料が払われないとか、取引停止になるとかですね、そういったことは、なくなったということで、一安心と。そして、金融システム全体に対する、その、信頼が揺らぐことも、当面ないでしょうと。いうことは言えるんじゃないかなと思います。ただですね、これからまだまだ金利上昇局面では続くわけですから、債券のポートフォリオ大きいところっていうのはなかなか、これからですね、厳しい状況ってのはずっと続くと思いますけれども、こういうメッセージを出したことでですね、市場は非常に、安心をしてですね、スタートアップ界隈のエコシステムが、非常におかしなことになるっていうことは、ひとまず避けられたかなと。さすがアメリカ、こういったところの、処理というのはですね、過去の教訓ですね、に従ってですね、パパパッと、痛みは、とりあえず、耐えるんではなくて、さっさと、処理をするというところはですね、さすがにアメリカかなと思いました。